海と日本。障害のあるなしに関わらず、みんなで海を楽しもう。そんな海水浴体験会が陸前高田市で開催されました。スロープを使って海に向かうのは車椅子の利用者。はじめは緊張した表情ですが、陸前高田市の高田松原海水浴場では、高田松原ユニバーサルビーチプロジェクトと題して、水陸両用車椅子を使った体験会が行われました。砂浜に集まった子どもも大人も、障害があるなしに関わらずマリンイベントを大満喫。水しぶきや波の感触、風の匂い、利用者と家族が海水浴の醍醐味を全身で味わいました。普段なかなか水に入るっていうのもないんで、まあ、お風呂ぐらいなんで、とても娘喜んでたんで、すごいありがたいなと思います。これだけやっぱり子供が笑顔でね、喜んで泳いでる様子を見ると、あ、やってよかったな、できれば来年と以降も続けたいなというふうに思いますね。みんなで海を楽しもうを合言葉に、スタッフのサポートで車椅子ごと海に浮かんで楽しむ海水浴。最後は車椅子を降りて海に浮かぶ姿も。笑顔があふれる夏の一日です。こういうのをやってると障害のある方がとかって言われるんですけども、まあ、そうじゃなくて、ベビーカーの方もご家族で来やすいですし、おじいちゃんおばあちゃんも今ちょっとね遠のいてたんやっていう方が一緒に入る中でみんなで楽しめるんで、それが本当に全国に広がっていけばいいなって思ってます。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いいたします。